雪の便りもちらほや、聞こえてきましたね。まあ、あと1ヶ月もすればシーズンインなのかな。まあ、今年はまあ海外に行く人も少なからずいると思うんで、で僕はまあ今年も相変わらずというか日本でシーズンインします。でシーズンインするにあたって、まあ、おすすめのスキー場というか柏木流のスキー場の選択の仕方についてちょっと話してみたいと思います。そうですね、シーズンインで僕があまり行かないところは横幅が狭いスキー場で、シーズンインはあんまりしたくないのかなっていうのが実際のところです。できれば斜面の斜度よりは横に広いゲレンデの方が僕はシーズンイン速くしやすいです。横にその原因というかなんでかっていうと、やっぱ狭いスキー場ってターンしないと、だいたいシーズンインってサイドは石だったり芝だったりするんで、早くターン切らないとコースアウトしちゃうので、結構焦ってどんどんターンしちゃうんですね。まあ、ターンサイズ中回りぐらいでもう幅が来ちゃうから、どんどんターンしていっちゃう。で横、僕がシーズンに気をつけてるのはスキーのターンの後半の抜け出しから体移動していって谷前でしっかり腰高めになるポジションを作っていくっていう S 字の局面をバランスよくしっかり確認しながら滑りたいので、そこに時間が取れる幅が結構シーズンインはすごく大事だと思ってるんで、横に広いスキー場でシーズインしていきたいというのが、僕流というか僕がいつも考えてるところですね。まあ、スキー場のこういう名詞出しちゃうといろいろ問題出てきちゃうと思うので、まあ、こういう名詞出さないんですけど、横幅が狭いスキー場よりは横に広いスキー場でシーズインしたい。あともう一点はあんまりこう斜面が急すぎないスキー場を必ず選択しています。急すぎちゃうともう最初から去年と同じレベルのもういい感じで滑れない、滑っていかないとそもそも滑り降りれないんで、いきなり8割ぐらいとか9割8割5分ぐらいで滑らないと下に降りれないってなると、オフシーズンの間に、まあ、こんな形でこういう感じで滑りたいみたいなこういうイメージが全く出なく、もうそもそも去年の滑りから入ってきちゃうので、だから急斜面だと一生懸命滑りすぎちゃうので、斜面があまりないとこで結構横幅が大きいスキー場でシーズンするというのが僕の最近のセオリーですね。だから今シーズンも、まあ、今すごい寒いんですけど、ちょっと雪情報を見ながら横に広いスキー場でシーズンインはちょっとしてみたいかなと思います。まあ、そのためにはあんまり焦らずスキー場を選びたいと思います。